いやもう3回目ですからね。3回目だんだん僕らもなんかこうペースをつけます、ね、ないできた量産できるようになってます。もうここでサラダやりますよ。パルプフィクションみたいにもうはいっていけそうですね。いやもうネットフリックスいいっすね。いいでしょ。やばい。いや俺も今日おごりますから、うん、安いもんだ。そっちの方が高くなる。いやでもあれ4アカウントでプラスキッズもあるじゃないですか、うん、あれはキッズっていうのは何、うん、5アカウント目になるっていう感じですか、うん、神田さんが作ったのキッズって、うん、最初からあれどういうこと。子供は1個負けながら、うん、子供用の作品ばっかりを集められる。それもう最初からあれついてる。最初からついてる。あ面白いです。ぜひ子供さんにも。でも一番僕知りたいのはなんかあのこれ何分なのかっていうので検索できないじゃないですか。あの1時間半の、まあ、一応表示が出るけど、はい、詳細までいけば、はい、つまり今1時間空いてるから、うん、1時間番組見たいとか30分結構日本昔話が13分とかあるんですよ、うんうんうん、あのそういう子供って飽きちゃうからいきなり1時間半の映画であの子供番組でも飽きちゃうから30分以内の見たいみたいな、うんうんうん、そういう検索ができないよね。 4K はできたりとかするじゃないですか、うん、Netflix オリジナルとか時間軸ができない、うん、欲しい。ああそっか。これは欲しい、うん、多分子供がいるとそうかもしれないですね、うん、ね。そっか。でも30分ぐらいの番組見たいっていうことありますか。ありますあります。だからその時は洋画じゃなくてドキュメンタリーとかなんとかとか、うん、はいはいはい、うん、今あれですよね、短いのありますよ、ね、そう僕今日あそっか今日までが古いあの Hulu が2週間。おあ Hulu 版聞かせてくださいよ、うん、あのね、うん、やっぱり同時に一緒のサービス使ってるんですよ、はい。だからネットフリックスと Hulu を比べられるじゃないですか。はいはいはい、うん、同じ番組を見てみる、うん、じゃなくて同じ時期に同じサービスをサブスクライブしてみて、はいはい、ああ Hulu とはここがいけてる、はいはい、いけてないっていうのを、はい、うん、忙しかったんだから今週、はいはいはい、先週と、うん、はい、いいねそれ。すごくさすがライブメディア。Hulu って F って言うんですか。HULU、うんうんうん、じゃあこの神田さん、俺はね、ネットフリックスしか知らないんで、うんうんうん、Hulu とネットフリックス、うん、この比較を、まず、はい、まず河合さんね、ええ、サブスクリプションモデルで、はい、クレジットカード聞かれたらもうどっか行っちゃう。ねえ、ねえ、ねえ、でもカードで使えるんでしょ。うん、でも Amazon カードみたいなのでやるんですよね。はい、アマゾンカードはアマゾンですよ、これは。なるほど。うんうんうん、あのプライムで、うんうん、9月下旬という、30日から初めての下旬にオープンですよ、いろいろ。うんうん、楽しみですね。うん。でも、どうだろうな、僕も今月解約するのが Apple Music 解約でしょ。はい、あとは、もう全部 Google Play に変わるかなって。Google Play Music に行くでしょうし、で、あと Netflix もやめて Hulu もやめて、うんうん、もうしばらくギャオでいいやみたいな。ギャオで、ああそうなんですか、うん、あの見たい子でこれってワウワウとかだったらほら毎月毎月そうで、入ってやめてっていうのはコールセンター電話したりとかなんとか大変ですけども、うんうんうん、ネットのこのサービスいつでもサービス入ってやめれて、うん、で Hulu なんかも僕もう何回やめて入って何回やめて入って繰り返してるか分かんないぐらい、あのやめるっていう感覚じゃなくサスペンドできるんですよ、うんうんうん、だから逆に入りやすくやめやすいっていうモデルに変わってきてるんですよ。それは OK ですね、うん、だから今の Amazon でも僕も Amazon プライムでちょっとやめにくくてすごい文句言ってたりとかしてるケースがあるんですけども、やっぱり入りやすくてやめやすいっていうのがこのサブスクリプションモデルのこれからのもう潮流なんじゃないかなっていうのをすごく感じました。だからカード番号でもう買えるの、この話になってないみたいな。これからやな、ちょっと待って、これからやな。入りやすくてやめやすい、うん、まあ途中でテロップ挟むよりこっちの方が楽だよね。俺が書いてる間も喋ってくるね。そう、入りやすくてやめやすいっていうのはやっぱりトレンドとしてはあります、はい、うん、だってそれでないともう一度嫌な、多分河合さんね、なんか一回カードで登録して嫌なね経験値を持ってるんですよ、うんうん、だから、うん、クレジットカードで
登録したらやめられなくて、もうああまたやめようと思って、ああまた引き落とされてるみたいなのがあるから、なんかディレイがあるじゃないですか、支払いに、はい、なんかそういうのめんどくさいですよね、はい、今月末とか、はい、携帯とかもなんか解約に行くとなんか言われるじゃないですか、今月は、うん、来月のがいいですよみたいな、うん、みたいな、ありますあります。だから最近はそういうモデルが少ない、例えばまだ今サーバーのビジネスなんかは、例えば9月に引き落としてるのに請求は11月に来るとかね、だからあれ請求来なかったなと思って安心してると、もう2ヶ月分こう取られちゃうわけじゃないですか。そういうモデルが今まであったんで、でも最近はそれやっぱり大手になってきたら変わってきましたね、割と本当にきちっといつでもやめて、やめるんじゃなくてカードとか会員は残したまま、とりあえず今月お休みとか、しばらく次見るまでお休みできますっていう、で次始めるときは何もせずにアカウントは一緒で始めるを押せばいいだけなんで、その方が基本的にいいユーザーとサービスサプライヤーの関係を築けてるんですよね。なるほど、うん、もう書き換えんので、あれですよね、話に入るのはこの映像の定額制サービス、うん、どこがいいかっていうね、はい、うんうんうん、まあ、音楽もあるけども、うん、映像の定額制サービス、うんうん、だから僕はそれはもうレコメンドに尽きるんじゃないかなと、うんうん、やっぱりレコメンドの仕方がネットフリックスはね、これは河合さんも分かると思うんですけど、うまいんですよ、うんうん、何がうまいかというと、うん、普通映画は、はい、テレビだったら映画をやるときに最後のエンド、クレジットって出ないじゃないですか、うん、ザーッと上がるやつが、うんうん、終わっちゃう、うん、終わっちゃう、で Hulu は出てるんだけども、うん、そのままずっとダダ流しじゃないですか、ネットフリックスの前のは4分の1にシュリンクして、うん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 、次の映画を、うんうん、この映画最後まで見たやつはこれを見る可能性が高いっていうやつを大画面にバーンと出してきて、うんうんうん、そのまま押したらその次がもうそのまま見れる、うんうん、だからエンドロールが流れてくる時のあの感動がそのまんま、もう同じ同系統の映画に疲れてなければ、もうそのままこう継続してジャンプインできるわけです。あそこがエンドロールが次の作品にもつながってると、うん、一回メニューに戻らないっていう、ここが面白い。なるほど、これはレコメンドじゃなくて、あの2本立て上映3本立て上映のあの感覚なんですよ、うんうんうん、でさらに休憩も挟まないでそのまま行けちゃうんですよ、うんうんうん、あれ僕ね、まだテレビシリーズしか見てないんですけど、うん、テレビシリーズは次のシリーズね、あー、はいはい、1話を見たら2話がポッとも出てきてるじゃん、はいはい、映画の場合だと、はい、あそこにね複数の選択肢があるんですよ、うん、あります、似たその似た映画、はい、で一番この映画を見終わった時に見られる回数の多いやつがアルゴリズム的に出てきてるから、なるほど、まあ続編があるもんだったら続編だし、うん、例えば僕はレックを見たら、レックを見たらレックの2とか3もあるんですけども、もうちょっと似たような他の映画もレコメンドしてくれる。いやもうレックはちょっとお腹いっぱいだなと思うと、ちょっとレックのトーンには似てるけど、ちょっとそこにフォレストガンプとは入ってこない。なるほどなるほど。だからあれはなんていう名前なんですかね、そのエンドロールでレコメンドする。いやもうネットフリックスロールでしょあれは。あそこがやっぱり素晴らしいと思いますね。そのおかげで昼夜逆転しちゃってる現象が。で、あと一番いいのはやっぱりあのほら DVD かけながら寝ちゃうと、うんうん、一番最初のエンドロールに戻って、うん、ファーストのところの30秒ぐらいのループが延々と流れてて、夢でうなされるっていうやつあるじゃないですか。どんだけ寝落ちしてるんだ。それがな、うん、ちょっとサラダをちょっと入れてもらっていいですか、うん、いいですよ、ありがとうございます。あ、もうそれだけでいきます。あ、これは大丈夫です、うん、うんうん、そうなんですよ、だから寝てみるのね。そう、だからあれはもう本当にネットフリックスの発明に近いですね。あの UI はなかなかこう真似したいけども、真似すると絶対これ真似したなって言われるケースがあるんですけど、今までの他のところっていうのを見せたらおしまいで、次の視聴動向に結びつくところのデータを取ってこなかったんですよ、うんうん、こうダブらしてる感じですよね、うん、エンドロールと次の、うん、見るかもしれないものをちょっとこうダブらしてる、エンドロールがもうここですから、うんうん、ここで他のやつがドーンとあって、うんうん、もう消すんだ。
映ってるかな。あの、うん、あれですよね、まあ、こう普通映画こうね、はい、ここでエンドロールしてる、はい、エンドロールこうなんですよね、はいはい、でこっちにこの他の作品とかが並ぶわけですよね、はい、ここなんですか。ここでタイトルでかいやつはもう次のあいつはもうバーンとこうに出てる、うん、こうなってくる、うん、これそのまま後で A を挟みたいですね。バーンとね、うん、いや、やりますかね。今やりながらやればいいんだよね。ここで検索して昔ありましたよね、なんかこうキャプチャーしとくと8ミリビデオとかで入る、うん、次のテーマは何でしたっけ。今、まあ、そのエンドロールが面白いね。あ、だからネットフリックスが何が来るかって、うん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 、でそれがあるじゃないですか、はい、でそれと同時にあのなんだろうな、解説がね、僕はあんまりその河合さんはあんまり解説が立派じゃない、リッチじゃないっていうのがあったんですけども、はい、あの解説、ほら解説ページが別にそんなにしっかりないわけです。でもね、そこであるからもう本当に最初からもうチラ見ができたりとか、うんうんうん、予告編を見に行こうとか何とかそういうことが何もなく行けて、うん、例えば今この中にないですけども、あの NHK のオンデマンド、うん、で昨日とか見ました、阪急の小林実蔵のやつなんかがすごい再放送面白かったですけども、あれなんかでも無料で見れるのは予告編とか NHK のプレイマップでやっている、ダイジェスト版が見れるんだけども、本編は見逃し再生で900円近く出さないと見れなかったりするんですけども、でも今例えば Hulu だったらデスノートの今までのシリーズと、あとはネット上で流したコミカルの おまけバージョンのやつとか、いろんなその、藤原竜也と松山ケンイチバージョンの デスノートも、見れるんですよ、うん、だから日テレ系の Hulu は日テレのこの銀河系で全部映画も動くし、今度2016年からのデスノートもまた藤原竜也と松山ケンイチバージョンもリリースの新しいやつも出てきたりとか、なんかそういう意味でデスノートの環境を Hulu で見るみたいなね、うんうん、だから多分ジブリとかの日テレ環境なんかはすごくこっちの方が充実してくるんじゃないかな気はしますよね、うん、だからコンテンツの今までは再生できる環境とかデバイスに左右されてきたものが、うん、なんかだんだんこうコンテンツの縛りで、うんうん、これはディズニーだったらどっちがいいかなとか、うんうん、ジブリだったらどっちがいいかな、ウルトラマンどっちがいいかなとか、なんかそういう見方でプラットフォームを選ぶっていう時代になるかもしれないですね。だからなんだろうな、あのアワが ABEX 系に強いからアワにするとか、LINE でそのまま友達に曲が起こりやすいから LINE ミュージックにするとか、あとは iTunes、コレクト違う、うん、iTunes なんだっけ、うん、なんとこがであるから、Apple ミュージックにしてるとか、なんかそういうコンテンツで選ぶ時代に変わってくるのかな、うんうんうん、で Amazon もそうです、で定額で始まって、で多分これが今ライセンシーの安い映画ばっかりなんですけども、うん、これをもうちょっとワウワウクラスまで上げていくとか、うんうん、もっとプレミアムを3000円の契約にしていくと、もっと契約数の高いやつに変えるっていうことも潤沢に可能じゃないですか、うんうん、なんかね、新しい映画をすぐ見たい人はね高いお金払うけど、まあ古い映画だけでもいいよって人は使ったらいいよね、うん、うん、だって飛行機代と同じライセンス契約を払えば、うん、今やってる映画だと見れるじゃないですか、うんうんうん、これもっと言うならば、うんうん、スターウォーズを5万円払ったら今見れるとかどう、うんうん、だから、ね、映画の封切り公開みたいなものも、うん、要するに1ヶ月の前のスネークプレビュー1万円とかっていうのも、うん、多分絶対ありだと思うんですよね、うんうん、で同じように 4DX を見るために3000円追加する人たちも出てくるだろうし、多様な支払い提供、はいはい、だからアマゾンでもやっぱりね、初回限定版を見る人とか、例えば1万円のプレミアムすると1年後には DVD、ブルーレイとか、うん、そのライフワランティーサブスクリプションとかさ、はい、うん、多分それを今日テレは結構真剣にやろうとしているような気がしますよね。なるほど、うん、やっぱり
日テレさんなんかすごい金曜ロードショー見てて思うのは、今のハリウッド映画のワン、ツー、スリー、あとビギンズなんだかクロニコルみたいなあのシリーズが、うん、4、5本のこのループ1本のヒット作品で 4,5 回おいしい思いをできるビジネスモデル知ってるわけじゃないですか。で公開映画の前にアイアンマン3が始まるんだったら1、2、3をテレビで流して、うん、で見過ごした人でももう一回見たいなと思ってレンタルビデオに走る人もいるだろうし、新しい作品、うん、でもどこもまあ1000円程度から、うん、まあ見放題じゃないですか、うん、そこにあるものは ね、はい、そのあるものがどれぐらいそれぞれのプラットフォームでダブってるかによるけれども、うん、まあ、3つ取ったとしても3000円ぐらいだったりして、うんうんうん、実は IMAX1 回見るぐらいで今までのやっぱりレンタルビデオでこうね、連帯してとか、そうですね、意外とそういうのは金額としては覚えてないけど、映画好きな人だったら月1万ぐらい払ってたと思うんですよね、そういうね、借りてるとね、まあ、そう考えると安いですよね、うん、携帯の料金とかに比べたら相当安いじゃないですか、1000円とか2000円ぐらいって。いやでもあるのは、ワウワウ入ってる人は、CS あんまり入れなかったとか、もうワウワウの中のものを全部とにかく見るぞとか、要するに24時間ワウワウがあると、ワウワウ以外のチャンネルを見るのがもったいないって感じ始める、うん、あ、それはなんか言ってましたよね、言葉で上手、なんていう言葉でしたか、それは、なんかこう、もう払ってるから、もっとね、見ようっていう。CS もそうだし、例えばスカパーにお金払ってる人はスカパーのチャンネルをまずは優先してみて、で元を取るぞという、面白いものがなかったら民放行くっていう状態になってくる、優先順位ね、お金を払ってるものを先に、だから多分 Netflix も Hulu もそうですけども、今後の Apple TV でまた変わってきて、今度は Apple TV が参入することによってゲームっていうプラットフォーム忙しいななんかこれあるね、フリップを書いてそれについて喋った方がよくない？どっちが？いやいや、フリップを書いてそれについて喋りましょうにしないと、どん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 こうネタ先行に行くとフリップが追いつかなくなって、フリップやってそれ神田さんの喋り方の問題どんどん次行くのがいいんですから神田さん。いや、Apple TV は僕ね、まあ、iPhone の方がね話題になってますけども、OS をね、アプリを開放するわけじゃないですか、ということはその今までのスマホアプリと違ってその HD の、HD で動くゲームとか、HD で動くなんかのアプリが生まれるわけですよね、それちょっと面白いですよねだからね、タブレットとか iPhone で動く OS を作って考えてたのに、いつの間にかテレビをジャックしていくアプリになっているわけでしょ、だからそこはテレビと全然連動するところのコレクトはされてなかったとしても、やっぱりこれテレビでできたら、これでテレビ番組を一緒に持ってきてくれるようなゲームになればもっと面白いよねとか、チューナーもあるんだし、著作権は侵害しないんだしって、次の発想は Apple TV の次のゲームの次はテレビを使ったゲームになることですよ。今ここで、好きな女優の名前が出てきて、それをこうゲームでヒットすると、その人の作品のやつが自分のハードディスクに入ってるやつもコントロールしてくるとか、そうすると家電のコントロールであったりとか、そういうのがテレビになっていきながらとか、カスタマイズできるところか、ユーザーがアプリケーションを使って利用すると、もしかするとプログラムというよりもアルゴリズムだけを提供して、その人たちの暮らしぶりに合ったテレビ番組を自分の好きなテレビ番組を作ってこうやってやるとか、あとネットの番組とかも本当に融合する、だから通信と放送が融合する前にユーザー環境の手の内で全部勝手に融合されちゃったっていうケース出てくる気がしますね、だってあれ CPU はちゃんと入ってるし、メモリーも入ってるわけじゃないですか、ということは結構動かせますよね、何かを見ながら何かが来て、こう要するにガラポン TV じゃないけど、全部がこう 何個の動画が動くみたいな、もう本当にリモコンっていうのが基本的にそのテレビを画面をタッチさせるっていうのがないから、逆に言うとそこのテレビはもうそのままのなんでもよくて、あとはスムースに動いてくれて、リモコンのところの UI が出てきて、であれが出てくることによってコンソールをダウンロードして買う価格が、今 PS4 で値段がまた5000円6000円になってるんですが、 Apple TV になると桁落ちるんですよね、音が安いし、携帯がもう本当 にこれ200円もするのこのアプリとかって、あ、逆に高いってことだから値段は落ちるんだろうし、でもそうなると別に豪華な、スクエア・エニックスとかああいう大企業が何億もかけてやるような、そういうリッチな
映像じゃなくてもシンプルにちっちゃく遊ぶとか、それで時間ができる結構面白いよねみたいなやつとか、普通のピンボールみたいなやつもね、やっぱり HD でやったりとか、うん、変わってくると思うんですよ。で同時に音楽を聴いたりとか、うんうん、あとニュースも見たいですね。僕ヤフーニュースをこう常に、うん、あそうですね、うん、だから L 字の、まあ、トレインビジョンみたいな、はい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 、自分の見たいものプラス、うんうん、台風情報みたいな、うん、そうらしいですよ、うん、ということで映像の、ね、未来について雑談をお届けいたしました。何分喋りました？20分ぐらい